お、カンタやん。お、エイタやん。どうしたの？え、アスどうしたん？いや、アスな、ちょっとな、前の試合でエイタ行ってもうて、もう3ヶ月くらいサッカーできへんわ。マジか、2年生になるまでサッカーできへんのはきつすぎるな。そやな、まあでも復帰したらすぐスタメン取れるように肉体改造しとくから待っとけよ。さすがやな、楽しみにしとくわ。あ、でもこれだけ言うとか、まあ、怪我には気をつけろ、マジで。ありがとう、ほな。はあ、怪我して1ヶ月か。あ、さすがにボール蹴りたくなってきたな。全然筋トレしても体変わらんしな。あ、モチベーション落ちていくな。明日監督に言って休みもらおう。監督。おう、カンタか、どうした？あの、怪我でやることないんで明日から休ませてもらっていいですか？いや、チームのサポートとか筋トレとか怪我でもやることいっぱいあるやろ。勝手なこと言うなよ。いや、あの、ちょっと病院とか行って早めに治せるようにしたいんで、明日から長い間少し休ませてほしいんですけど。まあいいわ、でも戻ってきても当分試合では使わんからな。わかりました、また治ったら連絡します。おう、失礼します。しゃあ、明日から自由や。ディフェンスでも行こう。うわ、ゲーセン行ったけどめっちゃ楽しかったな。明日も行こうっと。お、カンタやん。お、エイタ。部活全然来てへんけどさ、そろそろ来れるんちゃう？いや、もう足の毛がさ、治りそうやけどさ、全然やる気ならへんねんな。もうみんな待ってるし、顔ぐらい出してもいいんちゃう？いや、もう部活自体行くんだるいねんな。怪我ぐらいで何言ってんねん。一緒にスタメン取る言うたやん。そろそろ体作っとかんとほんまにヤバいと思うで。うっさいねん。 B チームでさ、順調なお前に俺の何がわかんねん。一回 C に落ちたぐらいで何言ってんねん。もうほっといてくれよ。わかった、もう知らんで。そろそろ膝治ってきたし、もう復帰の時期か。監督に言いに行くか。監督。お、カンタか、どうした？あの、怪我治ったんで明日から復帰させてください。あ、わかった。でも他の怪我人みんなサポートとかしてて、カンタだけなんか急にそんなんサポートとかせずに戻るのおかしいから、俺がいいって言うまで走っとくように。はい、わかりました。カンタ。あ、はい。もう結構走ったし、はい、まあ、明日から練習復帰していいで。はい、わかりました、ありがとうございます。あー、練習復帰できたけどな、やっぱりなんかやる気出へんな。怪我しとってほんま後半入ってきたけど全然名前わからへんわ。お疲れ様です。あ、お疲れ。カンタさんですよね？あ、そうやね。あ、僕シュンタって言います。あー、1年。はい、エイタさんからカンタさんめっちゃ努力かって聞いてますよ。まあな、怪我前は自主練しとったけどな。あ、そうなんですね。僕も実は結構自主練とかするんで、よかったら教えてもらえないですか？まあいいで。ありがとうございます。カンタさん、お疲れ様です。あ、シュンタか、お疲れ。お疲れ様です。ちょっと今から自主練するんで、よかったら教えてもらえないですかね？あ、いいで。ありがとうございます。カンタさん、何の自主練しますか？逆に何がいい？ちょっとシュート苦手なんで、シュート教えてほしいです。あ、いいで。じゃあシュート練習。ありがとうございます。おい、全然入らへんやん、お前。そうなんですよ、ちょっと苦手なんですよね。ちょ、俺がお手本見せるからちょっと見とけ。あ、わかりました。はい。カンタさん、めっちゃいいコースですね。まあな。なんかコツとかってないんですか？いや、コツはな、あの、あそこポストあるやん、はい、ポストのちょっと右をあの蹴るイメージで、はい、そんな力いらん。もうまず力抜いて打って、ほんでなんか慣れてきたらだんだん徐々に力入れてシュート打ってったら、はい、あの、いいシュート出ろ。ああ、ありがとうございます。やってみます。ああ、今日復帰して初めての試合やな。まあ多分出へんと思うけど、一応アップしとこ。カンタ。はい、監督。ラスト10分試合出るから、はい、ちゃんと準備しとけよ。わかりました。やばい、10分しか出てへんけどめっちゃバテたな。やっぱ体力落ちてるわ。カンタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ。あ、シュンタか。はい、あの、カンタさんに教えてもらったシュートのコツ実践したら点決めることできました。あ、あれ意識してくれた。はい、ナイスシュートやったね。ありがとうございます。ああ、また教えてください。あ、いいで。ありがとうございます。あいつ、シュンタよう頑張ってんな。俺負けんように頑張ろう。集合。はい。今日から新チームになるから、はい、メンバー発表するわ。はい。まず A チームから、シュン、
エイタ、レン以上が A チームで、次に B チームがマサオ、カンタ、スンタ、ケン、はい、以上でメンバー発表終わりやけど、新チームになったからまた一層気を引き締めて頑張っていくように。はい、以上、解散。ありがとうございました。カンタさん、お疲れ様です。あ、シュンタか。お疲れ。同じチームになりましたね。せやな。いや、めっちゃ嬉しいです。マジ？はい、ちょっと今日も一緒に自主練してもらっていいですか？ええ、やろうや。ありがとうございます。あ、今日の自主練あれしようか、一体しようか。わかりました。オッケー。俺がディフェンスするから、お前オフェンスで。わかりました、行きます。はい、はい、バレてるって。バレてる。え、バレてました？あ、余裕。え、どうしたらよかったですか？じゃあ、お前な、あれ切れないんやったら、はい、こう、わざと中入ると見せかけて、はい、ふとするやろ。はい、それでそのまま切り返したら、はい、こっちに行くと思って、はい、あの、引っかかるから。あ、あ、あ、わかりました。それ意識します。あ、意識しろ。ありがとうございます。カンタさん、 お疲れ様です。お疲れ。あの、教えてもらった切り返しめっちゃやってるんですけど、全然ボール取られなくなりました。あれめっちゃ最強やろ。最強ですね。あれな、俺ちょっとなんか編み出して、はい、やばい技やなと思って、はい、試合中使ってんの。そうですよね。ありがとうございます。めっちゃ教えて楽しいな。あいつどんどん上手くなっていくな。やばいな。俺も A 上がりたいし、負けんように頑張ろう。神田さん、お疲れ様です。あ、死んだか。はい、学年変わったんで、うん、今日新チームの発表ありますね。せやな。多分もう選手権までチーム編成ないと思うから、これ選ばれるかどうか緊張すんな。そうですよね。集合。はい、今日からまた学年変わったから、はい、メンバーの編成を行う。はい、でまず A チームからレン、マサオ、エイタ、ケント、ハルオ、レンとカンタ、はい、ケン、以上が A チームで、選手権までは基本的にもうこのメンバーで行くから、日頃からチームワークとか意識してより一層気を引き締めるように。はい、以上、解散。ありがとうございました。神田さん、お疲れ様です。あ、シュータか、お疲れ。 A チームおめでとうございます。おー、ありがとうな。僕 B チームだったんで、うん、スタンドから応援しまくりますね。あ、まあ出れるように頑張るわ。はい、楽しみにしてます。はい。